はい、エンジェリーホイテーとハルピョンこと橋本アレナです。なんかいい感じに配信します。ネイルをね、しなければいけないんですが、まあ、しなきゃいけないわけじゃないんだけど、ちょっとね、あれをしてたので、可愛いけど落としにくいネイルにしようかな。めっちゃこれラーメンを落とすの大変なんだよね。そう、あのなんだっけ、ジェルネイルをしてたので、ちょっとジェルネイルの跡がついちゃってるから、爪、そうやりたい。可愛いけど落としにくいネイルの色。めっちゃキラキラなの。パジャマにメガネで髪の毛も今前髪だけアイロンしようと思ってるんですけど、こんな感じで申し訳、まあ、申し訳ないとはあんまり思ってないかもしれない。ごめん、それが逆にごめん。どうしよう。いやでもジェルにしたらかわいそうだから、爪が。今日は白系でいきます。そう、本当はねピンクとかの方が好きなんですけど、コンサートでピンクやっててもあんまりね、普通の爪の色がピンクなのであんま見えないから、今日は白でいきます。おはよう。おはようございます。今日は水分補給を忘れない日にします。かわいい、白系もかわいい。おはよう。シカナバナナさん、ツッチーさん、鉄道ナイトさん、間違えた。まずキラキラありがとう、鉄道ナイトさん。
サイリウムありがサイリウムなんだっけなんだっけこれなんて言ってたっけ。ありがとうカズさん、キラキラありがとう。寝起き、起きて顔を洗って歯磨いた橋本、誕生、おはよう。そう、このネイルちゃんたちは可愛いんですけど、マジで落とすのは大変なんですよ。そう、ラメだから。落とすのは大変。白っぽい。雪の中に手突っ込んだら分かんなくなりそうなぐらい白。目かゆ。綺麗な色だよ。よし、左手乾けば完成。みおさん、ハート、つっちーさん、神、神ありがとう、神、すずめちゃんさん、神ありがとう。いや、ついにね、本番だよ。なんかこうどんどん最近の卒業っていうのがラッシュすぎて、はーにゃーって感じ。しかも今卒業していってるメンバーさんたちはもう次のお話し会参加しないですみたいな感じで言ってるから、そう
からもう会えるのがその日ラストって感じじゃないですか、ね、でもこの間そうチャケに会いました。あれ卒業公演の前にチャケと会えました。濡れたよ。トップコートっていうもの。乾いてないのにいろんな作業しちゃったから今気になる。親指ちょっと剥げちゃった。親指見せにく塗っております。おはようございます。皆様吉祥寺ひかるさんキラキラありがとう。キラキラ嬉しい。おはよう。こっちトップコートあり。うちなしまだ。光ってない。ツヤ感が全然。画面通したら一緒。自分のモチベなんでいいんです。おはよう。エリーちゃん大好きさんキラキラお星様ありがとうございます。
今日さ普通にさ、いや朝起きて配信しなきゃと思って普通に配信画面つけたのさ、したら昨日のコメントが残っててさ、ここにそれで思い出したもん。あそうだ、昨日ネイル配信って言ってたわ今日、てかネイルしなきゃやばみたいな、それで思い出した。そう、そのコメントくれた人のコメントが残ってなかったら忘れてた。いやもしかしたらね、配信始めたらみんながあれネイルするんじゃないのとか言ってくれたかもしれないけど、でも普通にそれまで忘れてました。忘れてた忘れてた。危ない危ない。ひさがさん、鬼リピ鬼リピハートありがとう。ハート作れないけど今ハート、あーでも太陽ゴミ作れない。三千院なぎさん、元気ざきさん、キラキラお星様ありがとう。自分でネイル、そうね、まあワンカラーですし、今日に関してはもう基本ワンカラーじゃなくても自分でします。よし、白っぽネイル完成。雪の中に指突っ込んだら指なく雪の中に指突っ込んだら爪見えなくなるよのネイルが完成しました。ふみおさんハートありがとう。おはよう。前髪だけやりたいけど。ちょっと爪が乾かないと前髪やってる間に崩れちゃうから。眠いね。あ、皆さん、ハリーポッター録画しといてくださいね。急に。もう9時だから、9時3だからもう家出てる人も多いかもしんないけど、お仕事とかで。そういえば見れたら見るんで、
いやでも見れたら見る、わかんない、ちょっと明日も夜ちょっとあれがあって、日曜日はひーちゃんの卒業公演、あでもひーちゃんの卒業公演ってなんか短いんだっけ、早く終わる、えでもわかんないんだよね、そう早く終わるけど卒業公演って基本終わった後、まあ私自身もひーちゃんと写真撮りたいっていうのもあるし、だからもしかしたら終わった後に、まあそれこそひーちゃんも忙しいのかもしれないけど、時間の許す限り写真撮ったりしてってなったら、そしたら AKB 劇場何時開演なんだろう、そう、そしたら夜時間ができるかもしれないっていう感じかもしれない、17時半開演でも確実ではないで、30日も僕の太陽公演あって、その後レッスンあるでしょで31日にもそうでしょ、だからもしかしたら来週になるかもしれないはい、けどまあ見れたら見る、しかも来週もまたレッスンがまだね、3月のレッスンがまだあのレッスンスケジュールがちゃんと組み込まれてないので、もしかしたら入ってくるかもしれない、とりあえず予定開けといてっていうより、とりあえずでも録画しといて、もう乾いたかな、まだペトペトしてる、そう前髪だけやらないと、ちょだいぶ寝癖ひどい、前髪だけ、装着、
ールボックスに片付ける。おはよう。40分になったらランキング読む。ごめんね短くて。幸せだったら頑張る。今日は何するのはやばい。マジ愚問すぎるそれは。え？今日は何するんだろうね、ハルピョン。何するんだろうって思っててください。みんな仕事かな。橋本さん配給今な。いや、おいおいおい、配給は今シーズン、おいおいおい、今かい。大事よね、大事大事。うわ、シーズン4の第、これ寝ながら見てたのかな。シーズン4の中盤あたり、中盤でもないな、4分の2ぐらい、あ、4分の5分の2ぐらい。そう、ちょっと最近見れてない。最近ちょっとドラマにあれしてた、こう移行してた。フールさんでもドラマ見れるし。いろんなサブスクで今は見れる時代なので、止まってます。配給シーズン4、1はもう遠くの昔に終わっちゃった。なんか気づいたらめっちゃ見終わってた。一番怖い。あ、今日本番だよ。おはよう。みんなおはよう。眠たいよね。わかる。今日はパシフィコ横浜ですね。緊張。でもリハがしっかりできるのでありがたい。
いやでも本当にほぼ毎日自主練してたからこそ、なんか感慨深、このコンサート感慨深何時終演は、まあ、いつもぐらい、いつものコンサートぐらい、まあ、でも卒業だからもうちょっと長いのかな、ちょっとあんま何分間あるとか考えたことない何分間なんだろうとか考えたことない、そう、一部出演じゃなくなったんだけど、なんか結局まだ別に訂正もされてないじゃないですか、一部出演ですみたいな感じで、ただなんかたまにいなくなるみたいな感じで、もたまにいなくなるもなんか全然いなくならないです、本当に普通にちゃんと出る、でも訂正もされないから私一部だとずっと思われてるでもまあいいんです、ひーちゃんの卒業コンサートなんで別に私の訂正なんてはい、どうだっていい私はどうだっていい、もうひーちゃんが楽しんでくれればそれでいい、チケットももう売り終わってたしね確か、違ったっけ、あんま分かんない、もういいやまあいいよ、ひーちゃんの日だし、主役はひーちゃんだし、私が一部だろうと一部じゃなかろうと何でもいいです別に、でもなんかどっかの瞬間だけいないかもどっかの瞬間だけいないから急に消えたって思うと思うで急にゆいゆい現れたってなると思うそう、でもゆいゆいもいて私もいる曲もあるから、ゆいゆいがいるからハルピョンはいないっていう考えだと大変です、そうだから、まあ見ててください、どっかでスンって吐けるんで さあ、やばい42分になっちゃった、ランキング引きます、1位ひさがさん、2位ふみおさん、3位鉄道ナイトさん、4位ネバーストップさん、5位くじのだいごさん、6位マックミックさん、7位つっちーさん、8位一条寺ひかるさん、9位かずしげさん、10位バージョン R さん、11位にじいろ47さん、12位かずさん、13位あつおさん、ありがとうございます、皆さんありがとう、いや本当に今日はまあもちろん私のことも見てほしいけど、もしかしたらねひーちゃんを見れる最後の皆さんもねいらっしゃるかもしれないですし、ひーちゃんを見れるっていうかひーちゃんのパフォーマンスというか、まあ、アイドル AKB としてのひーちゃんのパフォーマンスを見れる最後の方もいらっしゃるかもしれないし、まあ、何より今日の主役はひーちゃんなのでぜひいっぱいひーちゃんを見てください、私は2月も見れます、3月も見れますはい、ただまあみんな発表推しだよねって、な発表が本当に出てない時もあるじゃないですか、まあ言うならばね少人数曲とかね、
もしかしたらあるかもしれないじゃないですか。そういうところでしっかり目に焼き付けてみたいな感じです。ぜひ、まあとりあえずいつもの高さのツインテールを探してください。よろしくお願いします。それではまた今日はコンサートでお会いしましょう。パシフィコ横浜もしくは在庫さんで お会いしましょう。それではありがとうございました。またね、バイバーイ。間違えた、カラオケしそうになった。バイバーイ。